どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。今日は、イケメン meets ナマコ、ナマコレをやりたいと思います。これは、アップストアで星が 4.5 個もあります。いやー、やるのがすごい楽しみですね。あの夏のことをずっと忘れない。すべてをナマコに捧げたあの日々を。出だしからなんかいろいろとやばいですね。ナマコに夏を捧げるとか。俺にはやはり日差しがきつかったか。あ、そう。ナマコとつぶやいて倒れた彼のことがその瞬間から忘れられなくなった。言ってることの意味がちょっと。あの時の少しめまいがしただけだ。他人が心配するほどのことではない。じゃあナマコを待たせてやるから。こいつ色々と言っちゃってますね。彼の気を引くためにナマコ漁に挑もう。岩をタップして出てきたナマコにタッチ。いいよ。またこの集める系のゲームですね。取ったナマコを早速彼に届けてあげよう。扉をタップして彼を呼び出そう。誰ってつい最近会ったばっかじゃねえの。ナマコプレゼントボタンから彼に送るプレゼントを選んで、こんなやつにプレゼントあげたくないけど、やんないとゲーム進まないからな。に罪はない。俺が預かっておいてやる。いや、言ってることの意味がわからないんですけど。手に入れたナマコポイントで親密度をアップさせよう。あんなに頑張ったのに 1% ですか。親密度をアップさせていくとレアな彼の姿。どうでもいい。なんかこいつマジムカつくな。秘密の漁チケットを使えばレア度の高いナマコは一定時間出現しやすくなる。うわあ！結構取れたからこれはさすがに喜んでくれるでしょ。誰？今日会うの2回目だよ。こいつマジ頭大丈夫か。ほんとこんなやつにプレゼントしたくねえな。とりあえず受け取る。ちょ、偉そうに。はいはい。とりあえず受け取っておく。分かったから。ここだけの話だが、トラフナマコの触り心地は格別なんだ。こいつマジ気持ち悪い。もう無理もう無理もう無理。ナマコレでした。こういう集める系のゲームは嫌いじゃないですし、特別ひどいわけではなかったんですけど、こいつがマジムカつくので、マイナス5、ラテニアンポイント。ちなみに親密度 100% いくとこうなります。ナマコ以外何もいらない。そう思っていたが。いや、忘れてくれ。はい、100% いっても、ゲームは終わりません。世の中にはまだまだクソアプリがいっぱい存在。相棒ちょっと待って。100% にするのにどれぐらいかかったの ?1 ヶ月ぐらいかな ?1 ヶ月もやったの。実は好きなんじゃ。世の中にはまだまだクソアプリがいっぱい存在すると思うので、皆さんおすすめのクソアプリ、ぜひ教えてください。では